アシュリー対ベル、ダブルチーム N1、 バスケットカウント、村上ですかね、村上のファール、白戸にフィンケ、スリーポイント、綺麗に回転をかけてフィンケ決めてきました。タイムアウトの時は4点リードアルティーリでしたが入れ替わっています。ここも今度は白戸、フィンケ、ここから打ってきたスリーポイント、連続で決めてきました。言っていましたがボール山形、そして前へホリフィールド、ホリフィールド、パードンに仕掛けて N1、 デレック・パードンファール。ショットクロックがここで10秒、杉本とアシュリーのピック、ここは杉本打っていきましたがオフェンシブリバウンドでアシュリーでした。大崎、大塚はパスに変えてアシュリー、杉本、うわー、白戸がコースを切ったがその中で決めてきました。アルティリボール、杉本、杉本加速、杉本加速、ブロックホリフィールド、そして残してボールはアルティーリ、大崎です。わブロックショットホリフィールド、岡島スピンムーブかわして浮かせて決めました。岡島です。大きい同期離して熊谷から前田、パードン、ピックの逆、フィニッシュまで行った前田レオ、熊谷、おフィニッシュ、ショットクロックギリギリで熊谷です。アダムズへ、岡島へのパスは低くなったが岡島のシュート、おー決めてきました。おここも前田のディフェンス、白戸スリーは、おー決めてきました。前田浮かせてこれが落ちる、フィンケ弾いたボールは村上、そしてアダムズはユーロステップで決めてきました。同点、タイムアウト、まずは杉本、アシュリーへ、そして大塚、大塚スリーポイント、これを決めてきた。そして前田走ってアシュリーがシュートファール N1、 バスケットカウントです。アシュリー、再三リードが変わりながら最後は勝負強さを見せたアルティーリ千葉。